皆さんこんにちは、シャルムです。昨日は動画配信お休みさせていただきました。でお休みしてた間にスカートを縫ったり、クッションのカバーを作ろうとしたりしておりました。スカートは完成しました。でクッションなんですけれども、私が作ろうとしているクッションって普通のね、これくらいのサイズのクッションではなく、こんな大きいねクッションを作ろうと思ってるんですよ。で型紙を作って、裁断まではしたんですけれど、そこから先はちょっと昨日はできなかったので、また続きをねやりたいなっていうふうに思っております。スカートは完成しました。で要塞しているところのね動画なんですけど、一応撮ったんですけれど、まだ編集できておりません。なので申し訳ないんですけど、その要塞をやってる様子の動画は明日以降にお届けしたいなと思っております。申し訳ありません。今日はちょっとフリートークということでよろしくお願いします。はい。で昨日だから要塞やったんですけど、もうミシン使うのね、もう1年ぶりぐらいかな、1年以上多分ミシン使わなかったと思うんですよ、私。でミシン壊れてたらどうしようって思って、ミシンってね使わないと壊れるんですよね。だからミシンちょっと動かしてみたら動いたんで、ああよかったって思って、それで昨日ミシン使ってスカートを作りました。なかなかね、まあよくできたんじゃないかなと思いますけれども、はい。でクッションのカバーなんですけれどね、こんな大きいのを作ろうと思っておりますので、中にね掛け布団を入れようと思ってるんですよ。掛け布団、私の実家にね、おそらく使わない掛け布団いっぱいあるはずなんで、ちょっと1枚持ってきてもらって、それでクッションね、綿の代わりにその掛け布団を入れて、こんな大きいクッションを作りたいなっていうふうに思っております。で今日私は何をしていたかと言いますと、病院の診察に行っておりました。持病の病院の診察です。行ってまいりました。でそこで1時間ぐらい待たされたのかな。でまあ病院の先生にもね、私が仕事辞めたっていうことは実は言ってないんですよ。なんか言うのが気が引けてね、なんかちょっと言いづらいのがあって、先生も当然私がまだ働いてるものだっていうふうに思ってるんですけど、言えなくって、なんですよ、いや元気にやってますみたいな感じで先生とは話したんですけどね。それでまあ薬もらって帰ってっていう感じなんですけど、まあ帰ってきてからもちょっと母と一緒に神社の参りに行ったり、スーパー行ったり、あとなんだ、そうそう、これを買いました。ケーズ電気で、これわかります？糸くずフィルターって書いてありますけれど、洗濯機のね糸くず取るところがあるじゃないですか。あれを買いに行ったんですよ。私ね全然知らなくてね、これね、これです、これです、洗濯機についてるでしょ、これ、こういうのがね売ってるっていうの全然知らなかったんですよ。で昨日ね、もう恐る恐るね、この自分の洗濯機についてあるこれを見たんですよ。で見たらね、もう真っ黒になってるんですよ。でカビが生えてるみたいなんですよ。って思って、もうすぐ取り外したんですけれど、これうちの母どうしよう、私こういうものが売ってるっていうこと知らなかったんで、うちの母にもどうしようって言ったら、いや電気屋さんで売ってるよっていうふうに言ってくれて、教えてくれて、それでこれを買いに来ました。これ1個500円です。もうね、洗濯機はね、もう綺麗に豆にね、このゴミ取って、それで外にも乾かしてっていうの、使わないときはこれ取って乾かしてっていうのをやらないとね、私もびっくりしました。もうね、それで洗濯槽の中も多分すごいドロドロになってると思うんですよね。だからちょっとドラッグストアに行ってね、その洗濯槽クリーナーっていうんですか、それも買おうと思ってるんですよ。皆さんのお宅はどうですか？大丈夫ですか？油断すると大変なことになりますよ。
もう私びっくりしちゃった。もう、よかった。でもこれね、うちの、やっぱりね、年の子ですね、こういうものがね、電気屋さんで売ってるっていうのは私知らなかったですよ。うん。で、これ500円なんですけれども、これ、2つ買いました。うん。よかったです。ね、これ、洗濯槽の中もね、早くあの掃除をしようと思っておりますけれども。うん。そういう買い物ですね。で、あと、島村にもちょっと行ってみたかったんで、行ってみたんですよ。そうしたましたね、島村とね、青木美沙子ちゃんがコラボしている、バッグがあったんですけれど、そのバッグがね、2400円が1650円ぐらいかな。まあ、何せ安くなってたんですよ。ああ、すごいラッキーって思ったんですけれども、でもね、似たようなバッグ持ってたしって思ってね、ちょっとね、もしかしたらね、それよりもっと安くなるんじゃないかって思ってね、もうちょっと安くなったら買うかもしれませんけれども、島村行ってそういうのを、そういうね、何も買わなかったですよ。うちの母も私も島村行っても結局何も買わなかったんですけれども、ちょっとね、時々ね、島パトって言うんですよね、島パト。島パトするとたまにいいこととかあったりとかするのでね、いいもの見つかったりするのでね、ちょっとね、今日は何も買わなかったんですけど、島村行ってまいりました。うん。で、あとね、まあ、もうすぐ お盆がやってきますけど、けれども、皆様はお盆はどのように過ごされますでしょうか？私はね、全く予定はないんですよ。うん。実家は、車で15分程度のところにありますし、うん。里帰りなんていうの全然関係ないのでね。あと、旅行に行く予定も、髪が変になってる。旅行にね、お盆に行く予定もありませんけれども、でもね、私これ買っちゃいました。東京観光ガイドブックです。今日届いたんですけれどね、発売したばっかりのやつなんですけど、2024年最新版って書いておりますけれどね、私ね、11月ぐらい、秋ぐらいにはね、東京でオフ会開かせていただきたいと思っておりますのでね、ちょっとこれとか見たりしてね、東京の勉強しようかなっていうふうに思いました。なんかね、もう、東京でオフ会開こうと思いますって言ったらね、なんかね、早速申し込んでくれた方とかいらっしゃるんですけど、まだ全然何も決まっておりませんので、うん。でも、でね、オフ会開くのはね、もしかしたらっていうか、渋谷になるかもしれませんね、渋谷。渋谷でね、3000円で飲み放題ついてるとこ見つけたんですよ。うん。ありました、東京でも3000円飲み放題がついてるところ。私は断酒したのでね、お酒は飲みませんけれど、私、これまで広島と神戸でオフ会開かせていただいたんですけれども、その時も3000円で飲み放題がついてるところを探したんですね。うん、私が、やっぱりね、高い、私ね、会費は3000円以内で抑えたいっていうのがあるので、それで、オフ会の会場とか探すときはね、3000円、もうなるべく3000円で飲み放題がついてるとこっていうのを探すんですよ。そしたらね、見つかるんですね。でも、神戸のお店もすごい良かったんですけれど、なんかね、私のお友達のマミさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方からね、神戸といえば三宮のことですっていう風に言われちゃって、あ、そうなんだって、私がオフ会開いた、神戸でオフ会開いたところは、三宮から離れたところにあったんですね。だからね、ちょっとね、皆さんに移動してもらうのが大変だったかなって思うんですけど、まあ、神戸といえば三宮ってその時知りましたね。神戸といえばもう大雑把に神戸全体のことを指してるのかなって思ってたんですけど、神戸といえば三宮のことだそうですね。そういうふうにね、私も、地理に疎い人間なんですけれども、いろいろ教えていただいてね、そうやって、いろいろは知識を増やすことができました。ありがとうございます。ということでね、
11月オフ会を開くなら東京で渋谷でしようと思っております。はい、まだ申し込まないでくださいね。まだ申し込まないでくださいね。申し込みまだ受け付けておりませんので。はい、もう楽しみ、これ見るの。うん、私ガイドブック見るのすごい好きなんですよね。うん、もうほんと行った気分になれる、幸せって感じです。うん、はい、それでライブ配信のお知らせをさせてください。ライブ配信、そういや今日から8月なんですよね。8月はね、ますます暑くなりそうですけれども、今度は8月6日の日曜日です。8月6日の日曜日、お昼2時から4時までライブ配信させていただきます。お時間のあります方はぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。